西郷隆盛の剣術の腕前とその影響。イントロダクション。西郷隆盛は、明治維新の立役者として知られる日本の武士であり政治家でした。彼の剣術の腕前は非常に優れており、その影響は彼の政治的な活動にも及んでいました。この動画では、ツンダモンと四国メタンの対話形式で、西郷隆盛の剣術の腕前とその政治への影響について探っていきます。西郷隆盛の剣術の腕前。西郷隆盛の剣術の腕前について教えてほしいのだ。西郷隆盛は若い頃から剣術に親しみ、多くの修行を積んでいたわ。彼は剣の才能に恵まれ、その腕前は非常に高いと言われているわ。特に柳生新影流という流派を治め、その技術を極めたと言われているわね。西郷隆盛の剣術の影響。西郷隆盛の剣術の腕前は彼の政治的な活動に大きな影響を与えたわ。まず第一に、彼の剣術の技術は彼の指導力や決断力につながったの。剣術は体力や集中力を養うだけでなく、相手の動きを読み取る能力も求められるの。西郷隆盛はこのような剣術の修行を通じて、戦略的な思考や冷静な判断力を身につけたの。それはすごいのだ。剣術の修行が政治にも役立ったのだ。そうね。西郷隆盛は剣術を通じて鍛えられた身体能力や集中力を政治の場でも生かしたわ。西郷隆盛の剣術の腕前の継承特急。西郷隆盛の剣術の腕前は周りの人にも影響を与えたのだ。そうよ。西郷隆盛の剣術の腕前は彼自身だけでなく、彼の周りの人々にも影響を与えたわ。彼は剣術の技術を継承し、自身の信念や理念を持つ者たちと共に新しい時代の日本を築くために立ち上がったの。また彼の剣術の腕前は多くの人々に知られるようになり、剣術の普及にも寄与したのよ。西郷隆盛の剣術の腕前は彼自身だけでなく、周りの人々や社会にも大きな影響を与えたのだ。西郷隆盛の剣術の腕前と政治への影響。西郷隆盛の剣術の腕前は彼の政治的な活動においても重要な役割を果たしたの。彼の剣術の腕前は彼の指導力や決断力を高めるだけでなく、彼の人格形成にも大きく寄与したのよ。剣術の修行は彼に厳しいトレーニングを課し、自己鍛錬の機会を提供したの。これにより彼は困難な政治的な状況においても冷静であり続けることができたの。剣術の修行が彼の人格形成にも影響を与えたのだ。そうね。西郷隆盛の剣術の腕前は彼の人生において重要な要素であり、彼の政治的な活動にも大きな影響を与えたわ。まとめ。西郷隆盛の剣術の腕前は彼の人生や政治活動において重要な要素でした。彼の指導力や決断力を高めるだけでなく、彼の人格形成にも大きく寄与しました。剣術の修行は彼に厳しいトレーニングを課し、自己鍛錬の機会を提供しました。これにより彼は困難な政治的な状況においても冷静であり続けることができました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。